今年もまたた祈りの日が巡ってきた兵庫県尼崎市で2005年に起きた JR 福知山線脱線事故は25日発生から15年を迎えた例年なら追悼慰霊式に参列し犠牲者の冥福を祈る遺族や被害者らの姿が多く見られるが今回は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で初めて式が中止された 外出の自粛が要請されていることもあり、事故現場を訪れずに遠く離れた自宅であの日に思いを巡らせた遺族もいた、事故で両親を失った。会社員の小杉健太郎さん36東京都港区は、2人の息子を初めて事故現場に連れて行き、両親が亡くなったことを伝えるつもりだったが、感染拡大を受けて断念、都内の自宅で父・茂さん、当時57歳と母・安子さん、 同59歳の冥福を祈り仏壇に手を合わせて息子の成長を報告したテレビ局で働く父と出版社に勤める母に育てられた一人っ子だった父は仕事一筋でほとんど家にいなかった社交的な母は明るくいろんな人がよく遊びに来る家だったと振り返る事故当時大学4年だった小杉さんは都内で単身赴任の父と2人暮らし あの日、父は仕事の都合で兵庫県川西市の自宅に戻り、母と一緒に電車で通勤中に事故に巻き込まれた一報を受け、尼崎市の遺体安置所で両親と対面した一人になってしまった。これからどうしよう。ただ泣くしかなかったが、広告代理店の最終面接が約2週間後に控えていた。心が激しく動揺したまま、父のシャツとネクタイを身につけて挑み、内定を勝ち取った。 両親の知り合いから手紙をもらったり2人の話を聞かせてもらうのが心の支えだった両親が忙しかったこともあり家族旅行などの思い出はあまりないという実は親と話すことが苦手で特に父は謎の人だったというが営業畑の父の後を追うように同じ広告の世界に入った12年に妻真優さん36と結婚15年に長男咲太郎ちゃん をを授かると、事故で子を亡くした親の気持ちに思いを馳せるようにになった。親にとって子供は未来それが閉ざされたら簡単に前なんか向けない念願の営業職に移り深夜まで働く日々だったが家族で過ごす時間を増やそうと決めた次男春太郎ちゃん2が生まれる半年前の17年夏希望して経理部門に移動。 今は子育て優先の生活を送っている子供の頃から、兄弟が欲しかったので次男の誕生は嬉しかった。子供の世話は大変だけど日に日に成長する姿を見られると微笑む。